もせずに帰れようか。出てこい粘土質の土。かったー。諦めるもんか。何やってるんだマイン。持ってきたってことは最初から約束守る気なかったな。つまり嘘ついたってことだな。粘土質の土が欲しいと言ったら、ルッツは草や木が少ない水はけの悪い場所に連れて行ってくれた。見てて。あ、これって文字か。そうだよ。こうやって文字を書いておけば、話したり記憶しているだけだとどんどん忘れて消えていっちゃう言葉や考え、出来事を残して何度でも読むことができるんだよ。そんな文字が延々と綴られたものが本。本ってすごいよね。それで作り直そう。できた。本だ。マイになってから私は初めて自然に笑えた気がした。あとは焼いて固めれば完成だ。